パーベル・バシー・リエビチルイチャゴフは、ソ連の軍人、ソ連法英雄。スペイン内戦や、日中戦争、冬戦争で活躍した、エースパイロットで、赤色空軍司令官にまで登り詰めるも、スターリンを公然と批判したことで失脚、大祖国戦争の檻に粛清された、ロシア帝国モスクワ県、ニジニエリホボルイの農家出身。幼少期は取り立てて目立つことはなかったが、 ラウンダーズやタコが好きな活発な少年だったという。中学卒業後、後員として働いていたが、1928年に、赤軍に入隊。1930年のレニングラード、軍事技術学校卒業を経て、1931年、ボリソグレプスクの第二航空学校に入学。卒業後は、キエフ軍管区ジュトーミルの第36航空旅団霊下の、 第109中隊に配属される。1936年10月20日、スペイン内戦に参戦。10月28日、ルイチャゴフラ25機の I-15 と25人の航空兵36名の整備士と20名の地上要員を乗せたカール・レピンゴが共和国人地のカルタヘナに降り立った。11月4日、部隊はマドリード上空にて、 ユンカース準522機及びフィアット CR322 機を撃墜、一方の部隊の損害は例だった。以降11月中旬までに、総計12機を撃墜する成果を挙げた。しかし勝利もつかの間、16日、ルイッチャゴフ自身の蒸気が撃墜され、以降20日までの間に、部隊の航空機の大部分が、撃破や露格されるという苦境に陥るも、 戦闘機30機など本国からの大規模な増援で一点構成以降終戦までに総計40機もの敵機を撃墜した。帰国したルイチャゴフは一躍英雄となり、12月31日にソ連邦英雄及びレーニン勲章を受章、また翌年にはわずか26歳で少将となった。百三十七年十二月十二日、第一期連邦最高会議大議員に、 ポルタバ州代表として当選。1937年12月、ソ連空軍志願隊部隊長となり、日本軍との戦闘や中国空軍航空兵の指導に当たった。1938年2月23日には、ヒョードル・ポルイー・ニン・率いる SB 爆撃隊に同乗、台北の松山飛行場への爆撃を指揮。4月上旬。 モスクワ軍管区の航空隊司令官に就任するも、わずか10日で、海上集団軍航空隊司令官に転任。その後、極東軍、第一、赤旗軍で航空隊司令官を務めた。1939年11月、第九軍航空司令官に就任、冬戦争を指揮。1940年3月、中将に昇進、また、 空軍総局の第一副委員を経て10月28日に空軍総局局長に就任。また、翌年2月には、ヨシフ・スターリンとクリメント・ボロシーロフの推薦で国防人民委員部副委員となる。しかし4月9日、ソ連共産党政治局の会議の場にてスターリンを批判した、いわゆる空飛ぶ、関桶事件で12日、解任された。イワン・イサコフは、 当時の状況を次のように述べている。毎日平均してに3件の航空機事故が起こっている。年間では600から900機もの損失になる。これは航空事故率の高さを示していた。スターリンは彼の習慣だったパイプを吹かし、議席のテーブルに沿って歩いていた。私たちは順番に事故を説明した。その順番がルイチャゴフに回ってくるまで。彼は若かった。 ましてや、一別しただけでは、完全に少年と見まがうほどだった。そして、自分の番が回ってきた時に、彼は、突然言い放った。事故ばかりなのは、あなたが我々を空飛ぶ缶を受で飛ばせているからだ。完全に予想外だった。彼は顔を赤からめて憤慨し、それからは、絶望的な沈黙が訪れた。スターリンを目と鼻の先で怒鳴る彼を止める術など、なかった。 スターリンは航空機のために最大限の努力と研究を費やしていたし、それに関連する問題も理解していた。この発言は明らかにスターリンに対するルイチャゴフの私的な侮辱であった。スターリンは立ち止まり、黙ったままだった。皆は次に起こることを待っていた。スターリンはその後、先ほどと同じ方向に歩き出し、テーブルから去っていった。そして出口へ行った後、 無言で席に戻り、口からパイプを離すと、声を荒げることなく、ゆっくりと静かに言った。タイ君がそんなことを言ってはならん。そして、スターリンはもう一度部屋から出た。しかし、再び出口まで来ると引き返し、部屋を歩き回った。そして最初と同じ場所に戻り、再び同じようにゆっくりと、穏やかな口調で言った。タイ君は、そんなことを言ってはならんのだ。 マイナスとしばらく間を置いて付け加えた、閉会だ。そして、真っ先に部屋から飛び出した。この頃、ソ連共産党政治局は内部の怠慢から空軍への疑念を強めており、その結果ルイチャゴフの他にも幹部数名が更迭されていた。さらに、追い打ちをかけるように、5月にドイツ空軍輸送機の侵入を許したことは空軍、及び、 防空軍司令官らの粛清を決定づけた。ルイチャゴフと同じく、スペイン内戦の英雄エルンストシャハト少将やヤーコフ、スムシュケービチ中将、ピョートル・プンプル中将、ゾイバルト軍管区司令官、アレクサンドル・ロクチオノフ上級大将、国防人民委員部防空局長、グリゴリー・シュテルンダが次々と逮捕。ルイチャゴフもドイツ軍進行数日後の6月24日に逮捕され、 リフ・ブロジュミルスキーからの拷問の末に、対独協力を、自白、妻のマリア・ネステレンコ少佐と共に処刑された。去年30、1954年、名誉回復。1932年の冬、操縦していた U-2 練習機が着陸に失敗しそうになった。副操縦士が操縦席で機体の体制を維持している間、ルイチャゴフは、 翼に乗りタイヤ代わりに使われていたスキー板を蹴って体勢を持ち直したという、ありがとうございます。